全国大会の様子創造アイデアロボットコンテスト全国中学生大会とは全日本中学技術家庭科研究会の主催するロボット競技の一つ大会に参加できるロボットは中学校の技術家庭科総合的な学習の時間もしくは部活動などで制作されたロボットであることが条件である平成21年度から授業内部門応用部門 映像部門の3つになった。それまで A 部門、B 部門、C 部門があったが、選択授業の廃止等に伴い B 部門が廃止になり、授業内部門が新設された。平成27年度からは基礎部門、活用部門、応用部門の3つに変更となった。モーター1個から2個で制作可能なロボットによる競技、ロボット制作初心者でも参加可能な入門的な内容となっている。 モーター3個から4個で製作可能なロボットによる競技。以前の授業内部門と同様の難易度となっている。5個から6個のモーターを取り入れたロボットと自律制御ロボットによる競技。最も複雑な内容となっている。2個までのモーターと自律制御を取り入れた競技。現在中四国大会特別部門として実施されている。ルールは基礎部門と同じ。地区大会は各県。 地区の技術家庭科研究会によって行われる地区大会には都道府県単位で行う都道府県大会と全国を6地区に分けた単位で行うブロック大会がある参加する生徒はまず都道府県大会に参加しブロック大会全国大会へと進んでいく形となる各地区大会で共通に定められているのはブロック大会から全国大会への推薦数のみであり その他の事項は各地区及び都道府県の技術家庭科研究会によって決定されるため各地区大会の形式には若干違いがある大会は中学校や公共施設の体育館などで行われることが多い全国大会は全日本技術家庭科研究会により主催される参加できるのは各ブロック大会で推薦を得たチームであるまた出場状況により辞典また 自転の自転が出場することができる。全国大会への推薦を得たチームは、ロボットの画像と説明を、大会前に提出しなければいけない。ブロック大会からの大幅なロボットの変更は、認められておらず、審査時に提出した写真と比較される。1日目に審査員に対するロボットのプレゼンを及び、すべての試合、2日目に表彰式が行われる。予選は各ブロックに分かれての総当たり戦で、 上位2チームが決勝に進むことができる。決勝はトーナメント形式で行われる。それぞれの部門のルールは全国ロボコン運営事務局のルール、検討会議によって決定される。ルール検討会議により選出された代表権が原案を作成し、それにルール検討会議で若干の修正を加え最終的に決定した案を発表する形となっている。 毎年大会ホームページで発表される。基礎部門。ベーシックディビジョン2019活用部門。リフトワードロップ。A ブロック応用部門。復興への願いに基礎部門。ベーシックディビジョン2018活用部門。応用部門。復興への願い基礎部門。初めてのお使い2017活用部門。プットワテイクカラーボール応用部門。つむつむ、ライン基礎部門。 初めてのお使い2016活用部門、積んで、回して、ピーコップ応用部門、雑な引きに基礎部門、初めてのお使い2015活用部門、リバーシオブペーパーカップ応用部門、雑な引き授業内部門、ギャザープット2014応用部門、シューティングスターセカンドシーズン授業内部門、ギャザースロー2013応用部門、シューティングスター授業内部門、 ギャザースロー応用部門、フライングゲット。基本的なルールのベースは2009年度のものになっている。授業内部門、お掃除ロボットフィナール応用部門、商品陳列基本的なルールのベースは2009年度のものになっている。授業内部門、お掃除ロボット2010応用部門、大収穫大幅な部門変更があり、授業内部門、応用部門になった。授業内部門、 お掃除ロボット2097.5時間程度の取り組みを想定して作成されている。ばらまく数は15個。全国大会は20個。応用部門。大きな木に花を咲かせましょう。ルールコート解説 A 部門。ロボット種巻2008アイテム置き場にある。ソフトテニスボール8個とコーヒーの空き缶3個を。コート上の傾斜がついたベニヤ板に開いた11箇所の穴に置いていく。競技、量。 アイテムとも一点で得点が多い方が勝ち。テニスボールは穴に乗っているだけなので、相手チームはベニヤの下から取り除くことができる。空き缶は取り除いてはいけない。置いては取り除かれの応酬になることが予想されるが、取り除かれないようにボールに触れたままでいることは禁止である。今までの競技以上に相手に合わせた戦い方が要求された。B 部門、巨人の指輪 A 部門。 パッタンゴロゴロ2007相手コートへ積み木のようなアイテムを送り込む競技アイテム置き場にあるニ材で作られたアイテムをパッタンまで運び相手コートへ送り込むパッタン以外で相手コートへ送り込むことは認められていない残り30秒で2倍の大きさ特典のお代わりアイテムも使用することができるまた送り込まれたアイテムは何度でも相手コートへ送り返すことができる当年度は 掴んで、運んだり、すくって、運んだりと、多種多様のロボットが見られた。また、ロボットの高さに45センチメートルの制限が、設けられた。B 部門、ザ・お片付けコート上に配置されている木槌を、自分のネットタワーに片付ける競技。木槌は床、中央のネットタワーの側面、上面にそれぞれ配置されている。木槌を、ネットタワーの上半分に片付けると2点。 下半分に片付けると1点となる。すべてのアイテムを2点エリアに片付けるとパーフェクトとなり、その時点で勝利が決まる。この競技は非常に難易度が高く、全国大会でパーフェクトを達成したチームは1、チームもなかった。エブモン、ドキドキタワー2006不安定な3段重ねのタワーからアイテムを取り出し、所定の場所に運ぶ競技、1点、2点、4点エリアがあり、 得点が高いエリアほどアイテムを置くのが難しい。2点エリアと4点エリアには14材の段差を超えなければ行くことはできない。フォークのようなアームでアイテムを一気に取り込むロボットが多かった。また、この競技は相手と得点を競う対戦形式であるが、などの点から、A 部門では珍しい平行式の対戦競技であると言える。B 部門、ザロボット、カサ蔵ゾウ頭と胴体が、 別々の場所に置かれた地蔵を組み立て、祠に見立てた特典ゾーンに運ぶ競技。頭は上下逆差の状態で置かれているためひっくり返して組み立てる必要がある。ブ部門、ザロボ棒引き20005金属ネットに刺さっている紙製の棒をお互いに引き合う競技。引いて自陣に落とせば1点。6箇所ある棒を立てる部分に立てれば5点。ローラーの摩擦で引くもの、掴んで引くものなど。 様々なロボットが見られた。また、相手を見ながら、相手が狙っている棒を先に引く戦術などが楽しめた。エブモン3ンシーソ2 0 0 4コート中央に設置された3つのシーソーにアイテムを置いて、自陣の方に傾ける競技、アイテムを掴んで持ち上げてから置いたり、かき集めて一気に置くなどの様々なロボットが見られた。シーソーに体当たりして敵が置いたアイテムを落としたり、3箇所の どこにアイテムを置いて傾けるかなど、瞬時の戦略で目まぐるしく構成が入れ替わる、スリリングな対決が多かった。また3つのシーソーがどちらに傾いているかを見ればよい、だけなので、タイムアップ時に瞬時に勝敗が分かった。A 部門、11、ボールシューターコート内にある、計11個のボールを相手コートに送り合う競技。相手コートにボールを送るために、中央にトンネルが、左右に坂がついている。 全国大会では相手コートにボールを飛ばして送るロボットが多かった。エブモンビルドアップバリケードコート中央に置かれたフィルムケースを自分のエリアの階段上のアイテムを場に置く競技。高さが3段階あり、高いところほど得点が高い。ありがとうございます。